生配信管理システムのフロントエンド配信現場に合わせたアジャイル開発と題してストリーミングクライアントチームの武田光介が発表いたしますよろしくお願いいたしますまずはじめにアベマンでは生放送の現場で使うための自社で開発した生配信管理ツールを使っていますそのツールの開発の際には現場のニーズに十分応えられるようにアジャイルな開発体制を構築し開発を行っていました 本セッションでは生配信管理ツールの開発で実践したアジャイルなプラクティスと使用技術について説明し、アジャイルな開発をして得た知見を紹介していこうと思います。3つに分けて紹介していきます。最初に ABEMA の生配信管理ツールについて紹介いたします。次にその生配信管理ツールの開発を踏まえた アジャイルな開発の体制づくりについて紹介いたします最後にアジャイルな開発の際に有用と感じたフロントエンド技術について紹介したいと思いますはじめはアベマの生配信管理ツールについてですアベマでは24時間365日20チャンネル以上でリネア放送を行っています 日によりますが50以上の番組が生放送を行っていて右の図の内容はダミーになりますが、まあ、赤く「生」と書いてある部分が、えー、生放送になっております。実際の生放送の現場では写真のような自社のスタジオで撮影したりテレビ朝日さんのスタジオで撮影したり、えー、外部に撮影機材を持って行って放送する場合もあります。 また生放送はリアルタイムに進行するのでシステムのオペレーションは迅速に行わなければなりません。そのため操作する機材は現場で操作する担当者にとって使いやすいものでなければいけません。生放送で行うオペレーションを具体的に挙げると CM の挿入や蓋への挿入などがあります。CM の挿入は現場のタイミングで番組の内容に合わせて行います。 CM を入れたという確実な操作フィードバックを得るために真ん中にあるような CM ボタンと呼ばれるハードウェアを使う方が適しています。付帯は番組を見ていると出てくる「この番組は終了しました」など番組の終了後に差し込むような静止画像のことです。こういった付帯は収録機材が たとえば落ちても静止画像を配信し続けたいというニーズが存在しますこういったニーズを叶えるために従来のスタジオ機材だけでは対応できない場合があります CM 挿入の例を細かく見ていきましょう例えば地上波に代表されるブロード,バスブロードキャスト型の CM 挿入のシステムでは カメラの映像と CM の映像をスタジオの切り替え機で適切なタイミングで切り替えて地上波に打ち上げています。映像そのものを CM で切り替えるので、すべてのユーザーは基本的に同じ CM を見ることになります。一方、ABEMA の CM はいわゆるターゲティングやパーソナライズドを行っていて、映像を見ているユーザーに合わせて CM を変えています。 CM はクラウドに入稿し、ユーザーごとにクラウドにある配信サーバーで映像を差し替えています。生放送中はクラウドが CM に入るタイミングを知るために、スタジオから CM の挿入信号をクラウドにあるサーバーに送る必要があります。このようなニーズに対応するためアベマでは専用の生配信管理ツールを使っています。 生配信管理ツールはウェブアプリケーションとして作っていて CM や負担への挿入だけではなく編成情報の確認や配信開始終了系統の切り替えエンコードの操作などができますこちらが a ベ e m a の管理ツールの実際の構成となっています上側に映像が実際に流れていくんですが CM ボタンやエンコーダークラウドにあるサーバーと通信することで生配信のオペレーションを実現していますこの管理ツールの開発の際には工夫が必要となりました一つは生放送で扱うために現場での使い勝手が重要となりますがこのようなツールの洗礼がないために現場の人でさえも要件が何になるのかは分かりませんでした また専用ハードウェアとの通信も存在するので、えー、技術要素として、えー、と開発に大きく時間がかかってしまう可能性が十分にありました。結果的にこの不確実性に対処できるアジャイル開発の体制が必要となったのです。というわけで 次に生配信管理ツールの開発を踏まえたアジャイルの開発の体制の作り方について話していこうと思いますまずチームビルディングについてですチームには開発者を含めたドメインエキスパートとステークホルダーといった役割が重要になってきます生配信管理ツールのような現場の意見が大切なツールでは 現場の要望を拾い理解するためにできるだけ現場の技術に詳しい人がいなければなりませんその役割を担うのがドメインエキスパートですドメインエキスパートは通常開発者以外を指していますがここ,はここでは開発者の中でも相対的にドメインに詳しい開発者という意味で使っています 生配信管理ツールの開発の際にはクライアントエンジニアは Web フロントに詳しいチームではなくストリーミングクライアントというエンジニアの中でも配信に詳しいチームが担当しました。バックエンドも同様にプロダクトのバックエンドチームだけではなくコンテンツ配信チームが担当していてより配信現場に詳しい開発者が担当することによって現場の意見を に即した開発ができるようになりますステークホルダーは現場の責任者とであると同時にユーザーでもあり開発が最もフィードバックをもらう重要な役割となっています必要に応じて他の現場のユーザーにもヒアリングを行い積極的にチームに関わってもらうようにしますこのような分野を横断したチームを作る場合 コミュニケーションを効果的にするために重要になるのが開発目標の設定となります分野の横断したチームの目的意識をそろえるためにチームのビジョンを設定します生配信管理ツールでは OKR、OK、を設定することにしました下にあるように本当のアジャイル開発をするというオブジェクティブです 一見手段を目的としたようなオブジェクティブになっていますが、これにも大きな狙いがあります。それはアジャイル的な開発を進めるにあたって、エンジニアにもステークホルダーにも密なコミュニケーションを必要となります。そのため、メンバーにアジャイルな開発の理解を得づらいという場合もあります。形式的にでもアジャイル開発を目的とするオブジェクティブを立てることで、 アジャイルなコミュニケーションを促すことができますまた目標は一度作って振り返らないと忘れて形骸化しがちなので講述するスクラムイベントごとに毎回確認するようにしました次に行ったのがチームのコミュニケーションの設計です生配信管理ツールの開発ではスクラムを採用したのでスクラムイベント とに沿っったものとなっていますこの中で現場の意見を吸収するにあたって最も大事になるのがスプリントレビューです週の成果物をそこで触ってもらいここをこうしたいなどの要望を汚なくステークホルダーから言ってもらい要件を拾い上げます。 スプリントプランニングではレビューを受けてそのスプリントのタスクを決めます。スプリント期間中は毎日デイリースクラムを行い進捗の共有と実装懸念点を議論して開発の滞ることのないようにします。スプリントが終わった後にはレトロスペクティブを行いタスクのポイントの消化率を計測し振り返ります。 このような定期的なスクラムイベント以外にも各種フィードバックや議論が白熱した場合などに備えて別途ミーティングも柔軟に取れるようにします生配信管理ツールではスプリントレビューのステークホルダーからのフィードバックが最も重要な行事となるためこれらのサイクルを1週間で回せるようにしました開発時間も それでも開発時間はちゃんと取りたいのでスプリントレビューとレトロスペクティブとプランニングは1日に終わらせるようにして開発時間を確保していましたスプリントレビューの際ステークホルダーがいつでも触れる環境がとても大事になりますが複数人の開発ではバックエンドの対応待ちなどで実装待ちが発生することが多々あります このような実装待ちを回避するためにクライアントだけでもいつでも触れる Mock 環境を用意して常に触ってもらえるような環境を提供することが大切になります。生配信管理ツールでは Mock サービスワーカーを使ってサーバーのレスポンスの代わりにクライアント側からダミーデータを返却しいつでもステークホルダーが触れるようにしていました。 ウィズコロナの時代ではリモートでのコミュニケーション設計も重要となります分野が横断したチームの場合はメンバーにその分野の知識量の差が多くリモートではその分かっているかの反応も受けづらいためにコミュニケーションがサイロ化してしまうという課題がありますそれを防ぐために全てのミーティングを共同編集できる議事録で 一つのドキュメントを作り上げるように書いていきます。生配信管理ツールでは Notion を活用していたので、できるだけ負担が減らせるように各種スクラムイベントごとにテンプレートを用意しておいて、すべてのミーティングを Notion のデータベースに残すようにしました。 ステークホルダーの間だけではなく、エンジニア間の実装のコミュニケーションも積極的に行えるようにするのも大切です。ペアプログラミングは特に技術の初心者のメンタリングやフロントとバックエンドの結合部分の実装で大きな効果を発揮します。生配信管理ツールでは Web フロントの開発だったので、Visual Studio Code のライブシェアエクステンションを使って 共同ででコーディングできるようにしていました,またスプリントレトロスペクティブで週の成果を見える化するためにポイントの消化率も計測できるようにしました。これも Notion のデータベースのリレーションとカルキュレーションの機能を使ってスプリントのポイントの合計数を出すことができます。 右のグラフのようにパフォーマンスが目に見えて下がってないかなどを逐一チェックしチームの健康状態を測る目的に使いましたこのようなアジャイルの開発のプロセスは必要な手順が多く運用するだけでも相当なコストが発生しますしかし開発現場によってスクラムマスターみたいな役割を置くのは難しい場合も多いです 一方これまで紹介したような Notion や Visual Studio Code のようなツールで開発プロセスの運用負荷を大きく下げることができます同様にツールに採用する技術も開発の目的に沿っているかどうかが非常に重要になりますというわけで最後に生配信管理ツールの 開発の際に採用しアジャイルな開発で有用と感じたフロントエンド技術について紹介したいと思います。まず重要になるのが CI や CD といったデブオプスを行うための環境です。生配信管理ツールでは CI や CD は AWS の Amplify を採用しました。 アンプリファイはフロントエンドを素早く構築できるツールとサービスのセットで Git のブランチを指定するだけでコードビルドや S3、クラウドフロント、Root53 を内包した CI や CD、ホスティング環境を提供してくれています。またフロントエンドに組み込む a m p l i f y ランイブラリーでは AWS アップシンクや Amazon コグニートで構築したバックエンドと通信できる API が提供されています。こういったアンプリファイン関連の技術を使うことでフロントエンドの構築を楽にすることができます。 AWS AppSync や Amazon Cognito などを使ったバックエンドの構成は本セッションでは扱わないので気になる方はこの直前の山中のセッションをご覧ください。先ほど紹介した Amplify の機能の中でおすすめできる機能は Amplify Previews という名の機能です。こちらは プルリクエストごとに自動でデプロイ環境を作成できる機能となっています。プルリクエストごとのレビューで活用するのはもちろんのこと、先ほど説明したステークホルダーが確認するための重要なモック環境の提供もプルリクエストを立てるだけでできるので、ね、非常に便利な機能となっております。 フロントエンドとバックエンドの通信においては公表された言語であるプロトコルを使うことも大事です。生配信管理ツールではフロントエンドとバックエンドの通信に GraphQL を用いました。独自言語でスキーマの型定義を行うのですが、スキーマをフロントエンドとバックエンドのリポジトリからサブモジュールとして取り組み、それぞれの環境で 型を自動生成すするようにします型定義ファイルをフロントエンドとバックエンドのエンジニアの両方でレビューして合うことで型定義の仕様や仕様の認識ズレや共通言語としてコミュニケーションを取りやすくなりますフロントエンド側からグラフ q l を扱う場合型の自動生成に頼るのが便利です 生配信ツールではタイプスクリプトを使っていたので、それぞれスキーマタイプスからタイプスクリプトの型を生成する GraphQL コードジェンのタイプスクリプト。オペレーションズタイプスからタイプスクリプトの型を生成するタイプスクリプトオペレーションズ。オペレーションタイプスからクエリの引数のタイプスクリプトの型を生成する GraphQL コードジェンのタイプドキュメントノード。 また4つ目の Amplify GraphQL Docs Generator はスキーマのタイプスからオペレーションのタイプスを自動生成できます。クライアントから必要なタイプを抜き出すということはできなくなるんですが、まあえっと、オペレーションのタイプスを書く必要がなくなります。 特にプロジェクトの初期段階でレスポンスが変わりやすくクエリの結果を要求するリクエストのタイプと一致する場合に便利です。生配信管理ツールでは初期の段階でこちらを使い自動使って自動生成を行いプロジェクトの後半にリクエストする方を柔軟に変えたくなったので自動生成をやめ手動で、まあ、その自動生成されたタイプ数を 書き換えるようにしましまたこのような工夫でプロ,ジェクトが要求プロジェクトの要求に即時に応えられるようにして通信プロトコルにもエンジニア間のコミュニケーションを円滑にできるような工夫ができます。フロントエンドのフレームワークは View3 を採用しました。 UCLI による環境セットアップが初心者に分かりやすく、一つの、まあ、右図のような一つのファイルに、えー、テンプレートやスクリプトやスタイルを一緒にするシングルファイルコンポーネンツ、えー、セットアップ内に、えー、と完結して、えー、ライフサイクルをかけるコンポジション API、えー リアクティブな API を提供している ReactivityAPI なので業種度の高いコンポーネントを作成できます。こういった技術を使うことでエンジニア間の実装の分担やコミュニケーションが非常にやりやすくなりました。またコンポーネントの構成においてはアトミックデザインとシンプルなストアパターンを組み合わせたアーキテクチャを 構築しましまた具体的にはバックエンドから必要な型を介してテンプレートで受け取ってストアにそれを他のコンポーネントにパブリッシュできるような構成にしています。全体のアーキテクチャの設計を揃えることでエンジニア間のコミュニケーションコストを減らすことができました。 c m ボタンといった USB デバイスの通信には Chrome87 からサポートされた WebHID を使いました WebHID は Web 上,上の Human インターフェースデバイスを使う規格でレポートディスクリプターを定義することで通信が可能になります このレポートディスクリプター自体がクライアントとデバイスの共通言語となり結合部分の使用が明示できるというメリットがあります。右図では、まあ、実際につないだときに出てくる Chrome のダイアログとなっています。これまで紹介した技術のように CICD といったデブオプスを行い環境を整備する。 グラフ q l や WebHID のように公表された言語を使用する。コード契約やアーキテクチャを定めるといったことで開発の負荷を下げつつチーム内のコミュニケーションを円滑にできます。目的に応じて適切な技術を選択することでアジャイルな開発にも大きく貢献できると考えています。まとめです。 今回紹介した生配信管理ツールのように特定の目的のために必要なソフトウェアが存在しますその開発にあたってはソフトウェアの目的に沿った開発体制の構築が重要であると考えています一方で日々新しい技術や開発ツールもリリースされていますそれらの技術を使いこなしプロジェクトの目的に落とし込むことで大きな効果を発揮できると思っております 以上です。ご視聴ありがとうございました。